こんにちは、日向洋一です。それでは今回も、デボーションをシェアということで、マタイの福音書、19章を読んでいきたいと思います。イエスはこれらの話を終えるとガリラヤを去り、ヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方へ入られた。すると大勢の群衆がついてきたので、その場で彼らを癒された。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁するとすることは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである、と言われました。ですから、彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。それでは、なぜモーセは離縁状を渡して、妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が頑ななので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は、姦淫を犯すことになるのです。弟子たちはイエスに言った。もし夫と妻の関係がそのようなものなら、結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は、誰もが受け入れられるわけではありません。ただ、それが許されている人だけができるのです。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また、人から独身者にさせられた人たちもいます。また、天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去っていかれた。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすればよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。
誠にあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、人の子がその栄光の座につく時、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。はい、ということで19章は一節二節で、ユダヤ地方へ入られたということで、ガリラヤ伝道からユダヤ伝道にここに切り替わる、ところですね。で、一節二節は、二節は癒しということですね。そして、三節から、結婚についてのパリサイ人たちとのやり取り、そして弟子たちに対する教えというのが出てきます。結婚についてですね。3節から12節、そして、13節から15節は子供たちを祝福する。そして16節からは、他の、福音書の箇所から、金持ちの青年の話というふうによく、出てきますけれど、この一人の人が永遠の命をについてのやり取りというのがあります。そしてそこから、その出来事の後に27節から、弟子たちに対する、約束というか、全てを捨ててきた弟子たちに対する、イエス様の励ましということが出てくるわけです。27から30ですね。で、この13節からの後半の部分、今回ちょっと教えられたというか注目していきたいと思うんですが、子供たちを連れてくるわけですね。子供たちが連れてこられると。で、天の御国はこのような者たちのものなのですというふうにイエスは言われるんですよね。で、その後に、どのような良いことをすれば永遠の命を得ることができるでしょうかという、この一人の人が出てくるわけです。で、この13節14節を見ると、子供って何もできないわけですよね。ですけれど、天の御国はこの子供のようなものなんだというような者たちの、このような者たちのものなんだというふうに言われるわけですね。で、これを見ていて思い出すのは、18章の、昨日読んだところですね。で、誰が偉いんだろうかとか、いう話の中で、誰でもこの子供のように自分を低くする人が天の御国で一番偉いのですというふうに言うわけですよね。で、向きを変えて子供のたちのようにならなければ決して天の御国に入れませんとイエスも言いますので、子供は天の御国に入れるということが分かるわけですね。で、16節は金持ちは天に入れない、天国に入れないって言うわけですね。23節ですけど、まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとイエスもおっしゃるんですよね。だから子供は簡単に入れるのに、
大人は入れない、特に金持ちは入れないとイエス様は言うわけですね。で、金持ちに要求されたこの青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからであると22節にありますけど、この青年は金持ち、多くの財産を持っていたんですよね。で、イエス様は金持ちが神の国に入るよりラクダが針の穴を通る方が優しいという。で、弟子たちはこれを、大変驚いたわけですね、これ聞いて。で、それでは誰が救われることができるでしょうと。で、この鍵はこの16節のこの青年の質問なんですよね。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。つまり自分の力で完全に律法を守ることはできないということが分かるわけですね。もう一度言います。重要なことなので。自分の力でどんな良いことをすれば良いのでしょうかという質問を持って、その自分の行いによって、天の御国に入ろうとする者はそれができないことを知らされるということなんですね。ですから26節、イエスは彼らをじっと見つめて言われた。これ弟子たちのことですね。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますとおっしゃるんですね。つまり自分の力で何とか天国に入ろうとしていたこの金持ちの青年の心を変えることは神様にしかできない。自分の努力ではできないということなんですよね。で、この金持ちの青年が心を変えて、18章のところに先ほどありましたよね。向きを変えて子供たちのようにならなければというふうにありますので、子供たちのようになることができるわけですね。で、それは人にはできないことだけれど神にはできる。まあ、私たち自身の救いを考えてもそうですよね。なんか自分で努力して救われたわけではないわけですね。求めました、確かに。でも私たちの求めに応じて、私たちの祈りに応えて、私たちの心を変えてくださったのは、もっと別の言い方をすれば、私たちの罪を示し、そしてイエス様の十字架が私たちの罪のためだったんだということを分からせたのは私たちの力じゃないわけですね。聖霊なる神様が私たちの心の内に働いてくださったということなわけです。ですから救いは最初から最後まで、救いの始まりですね、まず天の御国に入ること、それは聖霊の力によったということ、そして私たちがこの地上を清められた歩み、天国に入り、最後には栄光の体に変えられる。それら全ては人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますという神の御業だということを思わされるわけですね。で、この、後半の部分でもペテロは、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたというわけです。そして私たちは何をいただけるでしょうかと27節ありますね。で、イエス様は素晴らしい約束というか励まし、希望を与えているわけですね。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を治めます。で、私の名のためにいろいろなものを捨てた人はその100倍を受け、また永遠の命を受け継ぐ。で、これも人にはできないことなわけですよね。ですので、ここにはその救いとその報いに預かるということは、神にはできることであって、神がしてくださることだということを教えられるわけですね。ですので、ここにも福音が説かれているんですね。人にはできないことを
神はしてくださったのですと、まあ、ローマ書でパウロも言っています。イエス様が私たちにできないことをしてくださった。一つは神の御前に完全に傷のないものとして正しい人生を送ってくださった、罪のない人生を送ってくださったということ。あらゆる誘惑の中で、戦いの中でそれらに耐え完全な人生を送ってくださったということ。そして同時に私たちの罪を十字架の上で負い、身代わりの苦しみを味わってくださったということ。そして3日目によみがえってイエス様を信じる私たちにその義を着せてくださるということ、私たちが無罪とされる、その負債を赦免されるということ、そのことがあるわけですね。18章のところ、ちょっと戻ったりして申し訳ないですけど、負債を免除してやったという、この、1万タラントの負債があった家来の話が出てきましたね。私たちは負債を免除されたんです。でそれは人間にはできないこと、ただイエス様が私たちを愛して、父なる神様がイエス様を送ってくださり、イエス様が私たちの身代わりになってくださり、そして聖霊なる神様が私たちの心に働いて、その愛が、その救いが分かるようにしてくださったということを覚えさせられます。私たちがこの地上で100倍受け、また後の世では永遠の命を受けるということ、ありえないような話なんですが、これが現実だということが福音なわけですね。心から今日もそれに感謝し、またその恵みを一人でも多くの人に分かち合うことができるように、お伝えすることができるように用いられたいと願わされます。では祈ります。天のお父様、天の御国はこのような者たちのものですとイエス様をおっしゃいました。何もできないものをあなたは恵みに預かるものとしてくださる方です。そうです、私たちもそのようなものでした。ただこの驚くほどの恵みを覚えてありがとうございます。私たちの心が感謝と喜びに満ち、またこの感謝と喜びが他の方々のものとなることができるように使える力をお与えください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。